登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。そう、これ違います。あ、これ、はい、これ違う。プレゼント、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ彼らのバンドなんですよ、シラさん。でハッピーバースデーって曲。これアーティストはこっちですか。そうです。フラワーアップ。はい。じゃあその間に詰めてください。はい、じゃあ、ありがとうございます。あとはよろしく。はい、よろしくお願いします。後ほど。はい、皆さんありがとうございます。はい、ではでは、はい、どうもありがとうございます。うちさん、今日は彼が、ハンドメイドで作る雪板って選手とちょっと話した、まあ、合板だったり、板、ペンチがついてない、もっとシンプルな、雪の上で乗るスノーボードのラップみたいな、それの、まあ、メイキングの話をちょっとしてもらいます。男らしいハビバステイって感じの励ましの感じですね。最後めちゃくちゃになるんですけど、ここ上がってて上がっててめちゃくちゃに、はい、いいっすね。若い衆って感じですよね。若い衆。はい、どうしましょうか。あ、まあ、もう行きます。どっちも後ろに流してってもらえる。じゃあ BGM でお願いします。行きます。はい、ここからは内海利勝ラブ&ピース、同じ空の下から自然を楽しむアウトドアを楽しむコーナーです。のぼるさん、よろしくお願いします。はい、よろしく。こんにちは、篠崎のぼるです。はい、今日も先週に続きまして、ゆささんにおいでいただきました。よろしくお願いします。とりあえず曲の紹介をお願いします。これも、あの、内海さん誕生日ということで、ありがとうございます。バンドで、あの、やってるザ・フラッパーズでやってる、ハッピーバースデーで、はい、ありがとう。ちょうど、あの、茅ヶ崎の、こう、ブロックパーティーっていうのが、仲間で今度コンピレーションのアルバムが出るんですけど、そこにもこれ入れさせてもらってて、本当に、また絶妙のタイミングで、まだだって売る前の、そうですね、はい、6月にはね、それはうちの方がレアですね。ね、男らしいハピバースデーですよ。いいぞいいぞいいぞ、うちゃん茶色い恋ですか。はい、あ、どうもありがとうございます。はい、はい、で、まあ、先週引き続き2回目、ゆささん、まあ、簡単なプロフィール、もう一回喋らせてもらいます。はい、1966年生まれ、茅ヶ崎育ち、昔はサーファー、今もサーファーですね、で、スノーボーダーです。はい、スノーボーダーで、雪板職人、で、この辺がキーワードになってまして、今日もちょっとお話を、伺いたいのが雪板のお話。はい、雪板でした、はい、その件について、ゆささん、ちょろっと、お話をお願いいたします。はい、お願いします。先週もお話しさせてもらったんですけど、はい、まあ、パウダーの自然の山の他で、フィンディングをつけないようなハンドメイドの板のことなんですけど、まあ、最初はサーフィンとかでもあるんですけど、自分たちでこう木を削って波に乗るみたいな、アライアっていうのがちょうど4年ぐらい前ですかね、小室さんとかとか、海でもそういうことやってる人がいたんですよ。で、その材料とかを分けてもらって、僕も山で作ったりとかして、僕は一応スノーボーダーなんで、山でじゃあやってみようかなみたいなのもあって、
海で使う材料と山で使う材料もちろん当然違うものなんです。いやそれが一緒なんです。今言ったそのね切り切りだったんですよね。あ、そうなの。はい。アライアっていうシリーズはサーフのその道具なんですけど、うんうんうん、それは山でも通用する。うん、いやフォームってウレタンフォームじゃなくってもっとシンプルなそのスタイルのがあって、それはね合板だったり、はい、うん、そうなんだ。そう、じゃあ共通するってことなんだね。まあ材料的には使える、使えるか、はい、これのタイミングもちょうどあったりもなんかして、うん、そうやって作り出したんですけど、今日お話したいのはそのワークショップって言って、うんね、最近あのみんなで作るのもみんなで作ろうよみたいな、自分の製品もまあ見てはもらいたいんですけど、なんか一回試しに友達に頼まれてやってみたらすごいこうみんな喜んでくれたんで、そこから自分でまずこう真四角の木を使ってそれを削ってってっていうので1日で仕上げるんですけど、1日で、はい、じゃあ大まかなの機械で削って、あとは手でやったり、はい、もう最初に曲げた板を作っといて、スケートボードみたいな、その外側のラインだけを削って形は自由にみんなが、そう、はい、で自分のイメージで、イメージで、いや楽しいね、それね、はい、そうですよね。で午前中ぐらいにもう切っちゃって、午後からは今度は色付けっていうか、みんなでアートワークして、で最後仕上げて、うん、まあ夕方には持って帰ってもらうっていうのを、一日でできちゃうんだね。はい、一日でやんないとみんな多分一生できない。まあでもそれはほら彼がその縁の下でベースになるものを、ね、ちゃんとやってくれてるから、うん、それなりに作って、はい、だいぶパニクりながらこう回るんですけど、でもそういう感じで一日で作るのを最近はちょっとこうやってまして、で夏にみんなで作って、冬は現場でその板持ってきてもらって滑る、でっていう、冬まで待ち遠しいですね。そうですね、だから夏の間にやっぱそうやって作っとけば、木もこう塗装も乾燥してちょうどいいか、はい、いい感じになってて、楽しいね。冬になるとみんな滑る方がいっぱいで、作れないんですよね。そうだよね。あと外とかでも作れないんで寒いんで、夏だと天気良くてバーベキューとかやりながらも作れるし、楽しそう。でうまくそうなってる、はい、それをもう茅ヶ崎の山の方でちょっとこうゴミ出してもいいような場所でやってるんですけど、はい、楽しそうだね。酔っ払って書いちゃう、酔っ払ってなんじゃないですね、ごめんなさい。まあ、まあ、夜は酔っ払うかもしれない、ね、そうですね、うん、まあ、出来上がったのを見ながらこう飲んでる人もいるんですよ、自分で写真撮ってみたりとか、自分の作品にこう越にいるわけだよね、楽しそうだね。いいですね。だから家族っていうか子供そうですね、無理かな、お父さんに切ってもらって子供が絵を描くっていうのをちょっとやってるんですよ最近。いいね。それはもう子供が絵描くときはお父さん絶対何も言わない、言わないと、やっぱ自由に描いてっていうので、まあそうだよね、絵は自由に描いても別に問題はないもんね、はい、最後のニスとか仕上げはお父さんにやってもらってっていうのを、まあちょっとそういう感じで親子で参加する人も何人かいたり、親子で一緒の同じものを作るなんてことはそうないもんね、意外に女の人が多いんですよそれで入ってくるのは、奥さんの方がハマってて、そうなんだ、奥さんが切るって作ったりとかも結構あって、はい、さっきね湯沢君言ってたけど、その子供が何歳の時の作品で、こんな絵描いてたじゃんっていうのが残る、残るんですよ、思い出としても。まあ、自分ちの子供でそれやってるんですけど、2歳ぐらいからこう絵描かして、絵って上手になっちゃうじゃないですか、やっぱ5歳6歳になると、だから2歳ぐらいのが結構こうアートしてたりとか、なかなかいい、それを一応こう取って置いとけば、なんかこう記念にもあるかなっていうので、嫁入り道具とか、あの俺は天才か、ね、俺の息子天才だみたいな。でもいいですね、そうやって楽しめる。まあ、でも全然そういうこうなんていうんですかね、やりながらどんどん進化してってるんですけど、お客さんが言ってくれるんで、僕も勉強しながら逆に、ああじゃあ次こういうのやろうかって提案してもらって、いろいろとこう進化してってる感じで、今やっぱ作る楽しさっていうのはあるもんね。そうですよね。でそれに ましてそれに乗れるというか、ね、でうまく乗れれば そんな楽しいことない、ね、そうですよね。あと、もう本当自分が作ったものだから、やっぱりみんな上手に乗ろうとするんですよ。確かに。自分のが一番いいと思ってるんで、基本的に。そりゃそうだね。かわいいのもね、やっぱりね。はい、ね。それ冬まで待ち遠しいだって、海でそれで遊んだりとかできないんですかね。いや、なんか、そういうのやっちゃうと壊れちゃったりするんで、みんな我慢しろって。なるほどね。我慢しろ。やっぱり用途はちゃんと考えようと。そうなんですよね。でも楽しいな、はい、シーズンなんかも
あまり早く行き過ぎると下にまだ岩とかある時に壊して帰ってくる人もいっぱいいて、そうかそうか、それじゃもったいない。パウダー遊びですもんね、いいのが積もるまでとか。告知なんですか、その流れっていうかあれなんですけど、まあ来週の、6月の9日の日曜日にまず、イクラさんのミュージシャンのアメフェスっていうアメ車の車とかバイクのイベントがあって、そこにも一応僕ら光っていうあのブースがあって、その中でディークの板展示させてもらうんですよ。はい、でその次の週が、15、16、そこで、新潟のルーデンスリザーファームっていうところで、これすごいキャンプイベントなんですけど、もう自然の中で音楽聴きながらスケートボードのランプが出たりとか、そういうのでかなり去年も僕も行ってるんですけど、すごい親子連れで子供がちょっと大きくなって帰ってくるようなすごいいい環境で、そこにも一応展示とあと親子のワークショップとかもやろうかと思って、いいですね、ちょうど気候も良さそうで、あともういろんなろうそくのワークショップの人がいたりとか、いろんなワークショップもその時出たりとか、そういう感じなんで、ぜひ興味ある方は、どこで検索したらいいでしょうか。ゆさくん、ジークのがいいんじゃないの、ビギニング。そうですね、そうすれば全部ジークで、はい、ブログの方には書いてるんで、ね、入ってもらって、そっちに入ってもらえれば。ジークってユサ君のそのブランドネーム、 ZEKE です。 ZEKE です。また何か入れてもらえれば、あ、それで出てくるからね。 ZEKE、 そうするとイベントとそのワークショップの情報が出ますよね、乗っけておきますんで。あのライブもあるけど、ライブもすごい芝生の上で、多分レゲエかなと思うんですけど、湘南から結構みんなリザーに行って、いいですね、芝生で寝転がりながらこの音楽も聴けてみたいな感じなんですね。夏に近づいてくるとそういうフェスが多いから、ね、多いね、いいね、野外がこれから増えますね。ね、はい、ということで、ゆささんまた来てください、はい、ありがとうございました。楽しみにしています。ね、ね、はい、いよいよ明日ですよ。え、まあね、それはいいんです。明日ね、いい、あのもしお時間ありましたら渋谷、はい、エイジアに直接来てください。よろしかったら遊び6時間です、はいはい、それではまた来週は落ち着いてます。ね、そうだね。ね、うん、来週はまたご報告があったら、はい、はい、それではまた来週、はい、どうも、バイバイ、ゆさくんありがとう、はい、ありがとうございます。疲れ様でした。どうもです、ありがとうございました、ありがとうございました、です。こんな感じで、疲れ様でした。どうも、遠目でバイバイ、黒い光の加減、光の加減ですね。